藤谷周平は、東京都江戸川区出身の元プロ野球選手、宇藤右内。東京都に生まれ、父親の仕事の関係で、小学1年時に渡米し、野茂秀夫に憧れて8歳から野球を始め、ロサンゼルス近郊の野球チームに所属した。アーバイン高校進学後は、奨学金を受けながらプレー。ノーザンアイオワ大学では3年時に21試合に、登板し、22回に、 3で29奪三振9セーブをマーク。同年のベースボールアメリカ市のトッププロスペクト100に選出され、ドラフトでサンディエゴパドレスから18巡目指名を受けるも、入団は拒否し、ノーザンアイオワ大の野球部が解散したため、南カリフォルニア大学に移籍。ワセ田大学がロサンゼルス合宿で南カリフォルニア大の球場施設を見学した際には、ガイド役を務めた。 2010年10月28日のプロ野球ドラフト会議にて、千葉ロッテマリーンズから6位指名を受け、2011年1月5日に契約金200万円、年俸450万円で入団。背番号はかつて、黒木智博が使用していた54となった。2014年10月5日に一軍出場のないまま、戦力外通告を受け、 同年12月2日に自由契約公示された。2015年からはゴールドジムが運営する社会人野球のクラブチームであるシンクフィットニスゴールド S ジムベースボールクラブで兼任コーチとしてプレーしている。コンスタントに90マイルパーアワー以上を掲示する最速96マイルパーアワー前後の速球と野もじき伝のスプリッター、カーブを武器とし大学時代は主に リリーフとして起用された。ありがとうございます。